はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、サムネにも出ているので何を食べるか分かっているとは思いますけれども、ラーメン会ということで、今回ですね、無性に食べたくなるあのラーメン食べに来ております。本日ですね、お伺いしているお店が後ろ見えますかね、ラーメンショップマルカ奈良市の美濃美店さんでございます。こちらのお店さんはですね、千葉県に展開しているラーメンショップさんのインスパイア系ですね、そういった豚骨醤油のラーメンを提供しておりまして、このね、マルカさんは特徴的なのが浅草開花楼さんの麺を使用しておりまして、麺スープともにですね、うまいラーメンがいただけるということで、今日はですね、通常の醤油そして味変更で注文ができる味噌、それだけではなくてもちろんライスとともにですね、美味しいラーメンをたらふく食べていこうと思います。それではね、早速店内に入って美味しいラーメン食べましょう。ということですね、ただいま店内に入ってまして、もうすでにメニューの方注文してあります。今回はですね、通常のネギチャーシュー麺、そして辛ネギチャーシュー麺と注文してありまして、1杯目に醤油、そして2杯目に味噌を堪能していこうと思います。すいません、ありがとうございます。いただきます、はい、ということで本日の1杯目到着しました。もちろんラーメンとともにですね、ライス、そしてそれ以外にもね、ちょっとトッピング別皿でいただいてるんですけども、早速いただきます。ちょっとこれ伝わるかな、このスープ、めちゃくちゃ濃厚、うまそう。あー、うまっ。あ、豚が濃い、うまいな。しかもまたこの醤油感に背脂がめちゃくちゃ合うわ、うんめ。今回大盛りにしてるこの麺いっちゃいましょうか。あ、うまっ。ちょっと待って、これもいろいろとお話しする前にこのネギ絡めていいですか。やっぱりね、ラーショ系といえばこの食べ方よ。いわゆる大筋さんのラーショよりも麺がね、結構ね、パツパツ系の食感、このタイプのラーメンで低下水というか、こういう歯切れのいい麺食べるの初めてかも。すげえ合う。めっちゃうまいな。うん。で、ちょっと今回ね、チャーシュー麺で注文してるんで、このチャーシューですよ、絶対うまいやつだもんな。うまっ。このチャーシューは絶対増した方がいい、たまんね。そしたらこの1杯目ね、頼んだ麺量等もほぼ半分ぐらい食べたので、この辺りでちょっとパンチを上げるためにおろしニンニクと、券売機にね、ちょっと札があってお店推しなんじゃないかと思いまして、こちらね、九条ネギ追加してありますんで入れつつ、でよ、これです、いつものやつね。ちょっとこれで決めていきましょう。これちょっとニンニクに
この九条ネギをあえつつ、このうまいチャーシューを合わせてね、ぐわあ、やっぱこの食べ方正解。九条ネギのね、甘みと香りと、そこにニンニクのパンチと、この絡めたラーメンにビール、うまい。ありがとうございます。ということでですね、本日の2杯目が1杯目完食直後にね、タイミングよく完成しました。うまそう。これ味噌です。早速ね、こちらもいただきます。またね、さっきの醤油もめちゃくちゃ濃厚だったんですけど、味噌が加わることでこのとろみがなんかね増してる気がしますね。うわ、うまっ。味噌に変わっただけじゃなくて、なんか不思議とお野菜の旨味があるの。うまっ。めいこ、わあ、これ絶対うまいな。すげえ好みかも。ごめんなさい、ちょっとこれ我慢できませんわ。ドライゼロー。ごめんなさい。ちょっとね、これはないとダメです。そしたらちょっとね、今回も注文してあるご飯物ですね、こちら TKG ということで、これの食べ方なんですけど、卓上にあるニンニク醤油漬け、こちらとお醤油を垂らして食べるのがベストってことなんで、醤油と、うわー、これは絶対うまい。うん、まこれ具材自体はチャーシュー、ネギ、そして生卵とシンプルなんですけど、さっきからお話ししているようにこのチャーシューね、これがめちゃくちゃうまいので、濃厚卵と合わせると最高に美味しいです。
締めに向けてこの揚げニンニクですね、これで一旦パンチ出しましょうか。まっ、ちょっとラーメンがないので締めに TKG にちょっと醤油漬け増しつつスープで。はい、ということでですね、本日はこちらラーメンショップマルカさんで美味しいラーメンね、大盛りで2杯いただきました。まあライスもね、ちょっといろいろ頼みつつ、普段とは違ってね、全く無理しない、本当に食べたいだけ、もうお腹に余裕はあるけれども、満足できるだけね、好きなように食べてきましたけれども、最高です。めちゃくちゃうまいです。一口目からね、この豚骨感ガツンとくるような濃いスープに、このパツッとした麺、間違いなくこれライスね、注文した方がいいと思いますし、余裕がある方はですね、このノンアル、そして普通常のビールも販売しておりますので、そういったお酒、そしておつまみ等も販売しております。いろんなね、あてを合わせながら、このマルカさんの美味しいラーメン、そして美味しいおつまみと、皆様もぜひお試しください。それ以外にもですね、このマルカさんつけ麺であったりとか、あとは卓上でいうと調味料も多数ございます。今回ね、ちょっと紹介しきれなかったものもありますので、皆様もですね、自分好みのカスタマイズをしていただいて、一番好きなメニュー見つけるっていうのも一つの楽しみだと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。